これ、佐藤さん、本当に原爆が落ちてから3ヶ月後ぐらいの映像です。プールのところが自宅だったんです。あそこまでね、家は一軒もないし、死体ばっかりです。ところがその死体が真っ黒くりです。誰が誰か分かんない。当時は特攻隊っていう、はい、のがやっぱりこう、もう二度と戻ってこない、何が何でも戻ってこないっていうこと で、で作英さんその時行っちゃ嫌だったんですよね。はい、もうどうしても行きで帰ってきてねって言って、被爆の継承っていうのは何よりも被爆者の方の思いを受け取ることだと思ってて、それは悲しいとか辛い出来事だけじゃなくて、やっぱり被爆者の方々も原爆が落ちた時だけじゃなくて、その後にも人生があって、その後の人生の中で悲しみや辛さではなく、喜びや幸せっていうところに私たちの命があると思っていて。